パリで一緒には1964年のアメリカ合衆国のロマンティックコメディ映画。監督はリチャード・クワイン。ウルワ氏のサブリナで共演したオードリー・ヘップバーンとウィリアム・ホールデンが再び共演した作品。原案はジュリアン・デュビビエとアンリ・ジャンソンの1952年のフランスの映画アンリエットのパリサイの台本。それをジョージ・アクセルロッドが脚色した。 著名な脚本家であるリチャード・ベンソンは、プロデューサーのアレギザンダー・マイアハイムからの出資を取り付け、映画、エッフェル塔を盗んだ娘の脚本執筆に取り組んでいることになっている。とはいえ、決まっているのはキャッチーなタイトルだけで、実際には、パリのホテルに滞在しながら遊び放ける毎日を過ごしていた。締め切りまで、あと2日となったある日、 若き女性タイピストのガブリエル・シンプソンがホテルの部屋にやってくる。ガブリエルは脚本が1ページもできていないことに驚きやきれる。リーチャードは彼女の刺激を受けながらようやく脚本の執筆に取りかかる。彼はガブリエルをモデルにギャビーというキャラクターを立ち上げ自分をモデルにした嘘つきの泥棒リックとのパリ祭りを舞台にしたサスペンスもののラブストーリーを書き始める。 リチャードは脚本家としての自分の仕事に誇りを持つ一方で、虚しさや疑念を感じてもおり、ほとんど叫びたりになっている。1日目が終わり、ガブリエルが自分の寝室に引っ込んでしまうと、リチャードはアレギザンダーに電話をかける。呼び出し待ちの間に無人の電話口でエッフェル塔を盗んだ娘の仕事を断る言い回しを練習していると、 雰囲気を察して、ネグリジェ姿で現れたガブリエルに優しい言葉をかけられ、リチャードはやる気を取り戻して、電話を切る。翌朝、ガブリエルが寝室から出ると、リチャードが夜通しタイプライターで書き続けた原稿が、道のように足元に並べられ、辿っていくと壁際で逆立ちをしたリチャードに行き当たる。リチャードは、フレッド・アステアの歌うレコードに合わせてガブリエルと、ダンスを踊り、 その後で脚本の筋書きをガブリエルに紹介する。リチャードが口に出すストーリーの続きをガブリエルがタイプし、ストーリー上のリックとギャビーにリンクするように、現実のリチャードとガブリエルも親密な関係となる。ストーリーの中では、公開前の映画、エッフェル塔を盗んだ娘のフィルムを盗み出して、大金をせしめようとするリックと、 警察の手先として、リックの動向を探ろうとするギャビーの犯罪と恋の駆け引きに加え、事例刑視やフィリップ刑事による追跡が繰り広げられる。リックはギャビーを寝返らせ、一緒にプライベートジェットで逃走しようとするが、フィリップの放った銃弾に倒れ、悲劇として幕を閉じる。悲劇の結末に涙ぐむガブリエルに対し、泥酔状態のリチャードは、 リックの結末と自分を重ね合わせ、現在の仕事の無意味さを辛辣に愚痴り、そのまま眠り込んでしまう。翌朝、リチャードが目を覚ますと、ガブリエルの姿はなく、ガブリエルが持ち込んだ鳥かごと小鳥だけが残されている。ありがとうございます。